今週の TGM4.0 ポッドキャストを聞いてくれている日チーズの皆さん、ニュースジャンキーの皆さん、TGM ラバーズの皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。あれですね、もう8月始まりましたね。8月始まったんですけれども、なんか久しぶりじゃないですか ?8 月1日が月曜日っていうの。どうですか皆さんどう思います?最近、こういうのありましたっけ?こういう1日が月曜日って。なんかこう1日が月曜日だと、週の始めもそうなんですけれども、月の始めも、こうなんかこう区切りが良くて気合が入りませんか。31日が日曜日だと、あ、明日から1日で月曜日だ、なんか分かりやすいですよね。分かりやすくて、じゃあ明日からも頑張ろうみたいな感じになるとは思いませんか。どうですか。僕あれですよ、先週の日曜日にちょっと渋滞に巻き込まれてしまったっていう、まあちょっとこの後話すんですけれども、あったので、なんとすごい個人的にショックだったのが、ちびまる子ちゃんとサザエさんを録画できなかったんですよ。これがですね、すごい心残りで、あとは、東京都知事選がありましたので、そのこともですね、今回の、Facebook ライブで話したんですけれども、池上彰さんの番組も録画できなかったんですよ。だからもう何もできなかったんですよ。日曜日。渋滞のせいなんですけれどもね。まあ、そういう感じのですね、今週はですね、イラッとした話とか、都知事選の話とかも、もうね、なりましたからね。誰になったんでしょうかね。わからないですけどね。ということで、お待たせいたしました。今週の TGM4.0 のスタートです。ニッチーズの皆さん、ニュースジャンキーの皆さん、TGM ラバーズの皆さん、どうもこんばんは。TGM4.0、アリケータでございます。いやー、今回はですね、今ですね、この Facebook のライブをしているんですけれども、今ですね、普段はですね、夜の8時に、毎週日曜日の夜8時に行っているんですけど、今回ちょっといろいろあって、8時にできなかったんですよ。なんでかっていうとですね、今現在はですね、9時20分ですね。なんでかっていうとですね、すごかったんですよ。ほんと渋滞が本当にすごかったんですよ。もうすごくすぎて、もうちょっと勘弁してくれよっていう、もうちょっと若干ね、もう笑っちゃったんですよ。もう今日いいやと思って、もう急ぐのもバカバカしくなっちゃうぐらい、もういいやっていう風になっちゃったんで、それでですね、もう完全にもう今日はもうそんなに急いでも、もう無理だし、逆にね、事故しちゃっても、逆に事故っちゃった方が、できなくなっちゃうのが良くないじゃないですか。っていうのも、思ったので、もう途中でですね、もうなるようになれと思って、この時間に始めさせていただきました。でですね、早速始めていきたいと思います。で、今回はですね、割かし今始めている時間がちょっと若干いつもより遅いので、1時間フルでやるというよりはですね、若干普段よりは短めにしたいかなと思います。でですね、ちょっと最後の方でお知らせもありますので、今回の Facebook ライブ最後まで聞いていただければいいなというふうに思っています。お知らせは最後にいたします。では、天気予報の話はしたいですよ。若干ですね、今週はですね、ニュースの話を少しいつもよりは、減らそうと思うんですけれども、ちょっとね、準備できなかったんですよ。今さっきっていうのは嘘ですけど、普段ですね、わりかしこう準備したりして、いろんな記事を集めて、それを元に話したり、どうしようかな、こういう話しようかなというふうに思っていたんですけれども、あんまり今日その時間がなかったので、渋滞のせいでなんで、ただ天気の話はやっぱしたいですよ。天気の話は皆さん気になりますよね。ということでですね、関東甲信地方が梅雨明け、暑いですね。明けましたね。やっと梅雨明けましたね。暑かった。本当に暑かった。今日はですね、昨日、今日とですね、僕はですね、静岡にいたんですけれども、静岡もですね、暑かったですね。めちゃくちゃ暑かったです。もう本当ピーカンですよ、ピーカン。ピーカンですよ。東京はどうだったんですか?なんか今日は東京わりかしこう雨、にわか雨でしたっけ?にわか雨みたいなんですけれども、関東甲信地方は7月の28日頃に梅雨が明けました。北陸ももう明けてますね。東海も明けてます。近畿も中国も四国も九州北部と南部、沖縄も明けています。東北がまだわかんないみたいなんですけれども、今回あれなんですね、
あの関東、それこそ関東住んでる方はあのなんか最近ちょっと若干なんか涼しくねみたいな、なんかいつもよりちょっと違くねみたいな話を僕も結構してたんですよ。なんか違いますよねみたいな、なんかどうなっちゃうんですかねみたいな、このまま暑いの来ないといいっすよねみたいな話をしてたんですけど、もう来ましたからね、もうやっぱ来たかと。で今回ですね、あの梅雨明けはですね、去年は7月の10日関東甲信地方はしたので、今回18日遅れだったんですね。で例年、例年ですね、例年はですね、だいたい7月の24日頃、ごめんなさい嘘です、7月の21日頃っていうことなんで、まあ約1週間遅かったわけですよね。ずっとここに手を置いてますけど、あのアイドルかよみたいな感じで思うんですけど、7月の28日に梅雨が明けましたということで、いつもよりは約1週間遅かったっていうことだったので、もうこっからはね、あれですよ、もう熱帯夜ですよ、もうね、あれですよ皆さん、本当にあの僕はですね、わりかしこう冷房をですね、あの去年あたりはそんな使わないようにしていたんですけれども、やっぱ暑いんですよね。で、あの一日中冷房をつけた方が、まあ、あの28度とか27度とかね、だいたいそのぐらいの温度でつけっぱなしの方が逆にっていうか電気代安くなるみたいですよね。なんかブロガーさんがそういうの調べてみたみたいなんですけれども、あの省エネのエアコンの設定で、クーラーをつけると意外と安いって。あ、やっぱあれなんですね、マモルさんから、教えてくださったんですけれども、お昼にスコールがすごかったみたいですね。静岡は全然なかったです。もう勘弁してくれよっていうぐらい、もう全くもってなかったです。ただ東名でですね、東名高速道路で静岡から東京に戻っている時に、厚い雲がですね、あって、でやっぱそこら辺を通過すると雨がすごい降ったので、まあ多分それがお昼ぐらいにあったのが、ちょっとずつ静岡に移ってきているのかなと思います。今週もビールいただきますよ。まだまだ、サンディエゴのいただいたビールでございます。これかっこいいですね、ストーン IPA っていうビールなんですけど、これデザインがすごいかっこいいですね。あの悪魔ですよ、もう完全もう男のためのビールじゃないですか。ストーン IPA いただきます。いやー、このもう一日中ちょっともう汗かいてたので、このビールがいただきます。あー、うまい。あれなんですよ、ですね、劇団スカッシュが、今舞台やっているんですけど、僕もですねちょっと舞台行こうかなというふうに思っていて、多分今日一番あれなんじゃないですかね、あの日曜日なんですごい混んだんじゃないですかね。僕はですね8月の2日の一番最後の日にちょっと、お伺いしようかなというふうに思っていますので、その時にですね、あのゆうやさんにもし会えたら、あのちょっと最近のビールの、話をちょっとずつできたらいいなというふうに思っています。まあ、僕もですね、まあ、最近ちょっとこうね、あのクラフトビール、飲めるようになってきて、あの違いが分かる男になってきたんで勝手に思ってますけど、ちょっとねこうゆうやさんとタイマン張れるんじゃないですか、クラフトビールの話で無理だな。はい、ではですね、天気の話をしていきましょうということで、明日の天気の話をしましょう。梅雨明けたというふうに僕言ったんですけれども、意外とですね、あの関東甲信地方はですね、あの今日の、若干スコールがあったと言いますけれども、その天気の悪さを引きずっていて、関東甲信地方は30度だけれども雨のち曇り、折りたたみ傘を持ちましょう。仙台、東北地方ですね、仙台、釧路、あと札幌も意外と天気悪いです。仙台は一日中雨、降水確率 80% ということで傘を持ちましょう。名古屋34度、暑っ、34度なんだけれども曇りのち雨ということなんで、一番嫌な天気ですね。暑いし蒸し暑いし雨降ってくるしうぜーみたいな感じです。新潟、金沢、大阪、高知、鹿児島は、一回抜きましょう。福岡、沖縄は、晴れです。いいですね、大阪、高知、福岡はめっちゃ暑いですよ。
あの 0% なんで、でもうピーカンですね。広島曇りのち雨、鹿児島はですね 50% の確率で晴れから雨になります。鹿児島だけですね天気悪いですけれど、なんででしょうか。あ、残念ですね。木村さん残念ですね。布団干せない、なんか嫌ですよね。あの、わかります、わかります、その気持ちわかります。わかりますっていうか、僕の嫁がですね、あの洗濯大臣なんで、その気持ちわかるんじゃないかなっていうふうに思っているんですけれども、では8月の2日もですね、引き続きですね、基本全体的に天気悪くなってきます。関東地方から上の方ですねは天気が一日中悪いです。だいたい曇りのち雨で、降水確率もわりかし高めなので、折りたたみ傘を持ちましょう。東海北陸地方から西の方に向けてわりかし天気はよく、天気はいいです。ただまた鹿児島だけピンポイントで晴れのち雨です。天気悪いんですね。翌日の水曜日もですね、これなんつったの、微妙だな。東京はですね、やっと雨が降らないのではないかと。で、仙台、あれですね、わかりました。東海、関東、甲信、東北地方は天気が悪いです。で、そこからですね、全然違うとこ、なんて言ってるんだろう。西日本、日本海側でいいんですかね。合ってますか？は、割かしですね、北海道、北陸、近畿、中国、四国、九州、沖縄はですね、雨は降らないでしょ、雨は降らないでしょっていう感じです。8月の8日、いいですね。ここからおそらく全国的に天気は回復していくんじゃないかと。今のところですね、傘マークはないので、折りたたみ傘を持っていく心配はなさそうです。一番、降水確率が高いのが沖縄ですね、 40%。 ただ曇りなので、そんなに気にしなくてもいいんじゃないんでしょうか。8月の5日、全体的に、全国的には同じですね、わりかし晴れのち曇りといった感じです。ただ、気温はやっぱりもう30度をどこも超えています。あ、羨ましい。札幌はですね28度、釧路は23度っていうことなんで30度を超えない、それ以外の場所は30度を超えます。8月6日土曜日、全国的に、そうですね、8月の5日金曜日と、大体同じぐらいの天気で、気温も大体同じぐらいです。8月7日の日曜日、来週の日曜日も、金曜日土曜日と同じぐらいの、天気ですね。晴れのち曇り。羨ましい、釧路いいな。22度ですって。22度ですよ。羨ましいですね。羨ましいですよ。もうほんとちょっと、やっぱね、なんか最近の暑さって、ちょっと、なんなんですかね。どうですか。なんかこう、なんかもうね、ちょっと外出ただけで、歩いてる時は本当にいいんですけど、立ち止まった瞬間にもうあれが襲ってくるじゃないですか。こう、ブワーっていう。あれね、ちょっと本当に、やめてほしいですよね。あとはなんかこうね、それこそ最近長野県とかに行ったんですけど、やっぱ山があるところは涼しいですよね。で、ビルがたくさんあるところ、東京とか本当なんかやっぱその暑いんですよね。ビルから出す熱が、あれがね本当にもう東京の温度を上げてますよ、完全に。で、人を不快にさせてますよ、完全に。ね、困っちゃいますけど、本当に。ということで、天気は、こんな感じです。さっきですね、静岡から東京に帰るとき、ちょうど東京に着いて、レンタカーだったので、ガソリンスタンドを探していたんですよ。どこにあるかなと。その時にちょうどラジオをつけていました。J-Wave。僕大好きなんで、J-Wave の大ファンなんで、つけていたんですけれども、そこでですね、いきなり緊急速報が入りました。都知事選ですよ。期日前投票僕行ったんですけれども、都知事選で、ね、小池さん、当選っていうんですか、小池さんがですね、都知事になりました。
なんかこうどうですかね、なんかそれ聞いた瞬間に正直あやっぱりねっていう、あそ一言で言うとね、一言で言うとあそうっすよね、なんかやっぱそうなりますよね、そうなっちゃいますよね。今週1週間ですね、わりかしそのどこが優勢誰が優勢っていう記事を結構チェックしていたんですけれども、まあ大体トップに来るのが小池さんで、あとは増田さんもしくは鳥越さん、鳥越さん若干劣勢みたいな感じで、まあその流れでまあまあじゃあやっぱその逃げ切りで小池さんが当選したんだねっていう感じなので、こう競馬で言うとダービースタリオンっていうゲームがあるんですけれども、小学校の時なぜかすごいハマってて、でその中に出てくる馬で競馬のすごい先行逃げ切りタイプ の馬をプレイ馬を使えるんですよ。でそれがですねライスシャワーっていうんですけど、でそのライスシャワーっていうのは、まあ、実際にそのダービースタリオンも実在する馬を、ゲームの中に登場させているんですけれども、そのライスシャワーっていう馬がその先行逃げ切り型で勝つ馬なんですよ。なんで今回の小池さんがそのもうねそれこそ自民党の政治を振り切って出馬したわけですけれどもね、私はもう私は出るわよと、私はもうやっちゃうわよと、もう自民党関係ねえわよと、でそこでもう振り切って出馬して、それが功を奏して今回はですね都知事になったっていうことなので、これからどうなっていくんでしょうかね。ただでもなんか正直ちょっと思うのが、今回ですねその、さっきも言ったんですけど、その今回自民党公明党からの、推し面が増田さんだったわけじゃないですか。で増田さんが推し面だったけれども、増田さんはじゃあ落ちてしまいましたと。で鳥越さんは野党の推し面だったじゃないですか、まあ鳥越さんも落ちてしまったと。でね、どっちの推し面も落ちてしまいまして、四面楚歌っていうんですか、の小池さんが受かってしまったので、今後ちょっと見ていきたいのがその小池さん、あ自民公明党とかもしくはその野党ね、共産党民進党とかその推しがいない中で都知事をやっていくわけじゃないですか。で気になるのが、じゃあその自民党公明党はどういう対応を、どういうことを彼女に対してしていくのだろうかとか、どういうふうに接していくのだろうか、で民進とかそういったところもどういうふうに彼女に接していくのだろうか。特に一番その気になったのは自民党の、石原会長が、彼女をね、そういうこと、自民公明がこう推していない、推し面じゃないやつを推した瞬間に、お前らはマジもうダメだよみたいな通達を出したわけじゃないですか。でその中で出したんだ、そこまでやったのにもかかわらず小池さんが受かっちゃったからね、なんかちょっと気まずいっすよね、気まずいっすよ、ギクシャクしていくんじゃないんですかね。でもギクシャクされても困るじゃないですか、なんかね、もうほんとそうじゃないですか、なんかなんていうんですか、こう友達のなんか小学校の喧嘩じゃないですけどなんかもうちょっとお前もう仲間外れだから、もうあれだからな、俺らの友達の輪に入れねえよみたいな感じにされちゃったわけじゃないですか。でね、どうなっていくんですかね。ただちょっと思うのが、やっぱりその前回もいろいろ話したんですけれども、今女性のその社会的地位を上げる運動っていうのがすごい高まってきているんですよね。ローマの市長も女性だし、今だってアメリカの大統領選挙もクリントンさん VS トランプさん でクリントンさんが結構押されているじゃないですか。世界的に見てそのドイツのメルケルさんとかも、メルケル首相も女性だし、ロンドンのね、ごめんなさい、ロンドンじゃないですね、イギリスの首相テリーザ・メイさんでしたっけ、テリーザ・メイさんもロンドン、あ、なんでロンドンって言っちゃうんだろう、イギリスの首相になりましたよね。なのでなんかこう世界的に見るとなんかその女性の社会的地位を上げるために、全体的にその女性がすごくその社会的地位が高いポジションにつくっていう流れが起きているので、まあ、その中で小池さんがそこにこうまあね、その波に乗れたっていうのが今回は特に印象に残りましたね。
多分あれじゃないですか、僕の予想ではですね、明日以降はですね、あの世界の海外のそういうメディアとかが東京で、東京都知事ので初めての女性が東京都知事になりまして、これは世界的なところに東京は追いつこうとしているのか、果たしてこれからの、オリンピックは一体どうなるのかみたいな感じのことを言うんじゃないですか。でも個人的、僕の予想ではですね、あの海外のメディアは結構今回の東京都知事選を高く評価するような気がします。小池さんがなるっていうことに対して、ジャパンは少しずつ、女性に寛容になってきたぞみたいな感じのコメントをしていくような気はしていますけれども、ただでもそこまでなるっていうことは、小池さんもその女性の社会的地位を高くしないといけないっていうプレッシャーはかなりあるのと、あとは、それこそあれですよ、まあ本当今回そもそもで言いますけど、あのしっかりした都知事になってほしいっていうことで小池さんになったので、もう嫌ですよね、途中でこう辞められるとかっていう、なんか不祥事を起こされるのも本当にもうめんどくさいんで、正直また選挙に行くのは別にいいんですけれども、そのためにだってね、税金もかかっちゃうのでマジめんどくさいんで、ちゃんとやってほしいですよね。それはね、それが一番の条件ですよね。そしてこれからのオリンピックが迫ってきますから、東京オリンピックね。なのでそれも本当にもう堅実にやってほしいですよね。普通に仕事をしてほしい、普通に着々と仕事をして、そのままお疲れ様でしたと、本当に東京オリンピックも女性の社会的地位もそうだし、東京を良くしてくれてありがとうっていうのを普通にやってほしいです。難しいんでしょうけれどもね、それが一番難しいんでしょうけれども、それが東京都民の願いなので、今回の選挙の結果、いろんな多分意見は多分今後出てくるとは思うんですけれども、もうなった以上はしょうがないですし、投票の結果はもうこれなので、もうガタガタ言うことはもうできないじゃないですか。ただね、もういいでしょ、ちゃんとやってください、もうなりました、めんどくさいことやめてください、丸。僕はそう思います。これが言えてよかったです。まあいろんな意見ありますけれどもね、まあもうそういうことですよ。なんで、そうっすねっていうことですよ、一言で言うと。ちょっと先取り していいですか。明日から、8月1日です。7月ももう終わりです。上半期終わりました。下半期突入です。明日からきっと暑くなるんでしょうね。夏休み、学生の方はもう夏休み、社会人の方は、ちょっと早めの、なんか最近多いのはお盆休みをちょっとずらして早めにするか遅めにするか、休みを取るっていう人も多いんですけれども、今日の話をさせてください。まずそもそも今回ですね、遅刻した理由っていうのがですね、あれなんですよ、渋滞、大渋滞で、そもそも昨日の時点でもすごかったんですよ、ゲップが出ましたね。昨日ですね、朝5時半ぐらいに東京を出たんですよ。で、静岡に行ったんですね。で、東名高速道路を使ったんですけど、で、さすがに朝5時半ぐらいだったら大丈夫かなっていうふうに思っていたら、環八ですね、環八でもう大渋滞ではないですけど、まあ軽めの渋滞が起こってきて、あ、このぐらいの時間でも起こるんだっていうふうに思って、あ、マジかとで思って、いや、あれを見ましたよ、安倍川の花火大会。ただ別に花火を見るためのに行ったわけではないんですけれども、ちょっと仕事がメインで行ったんですけれどもね。なんで、仕事メインです。撮影をちょっとね、すごい楽しい撮影をしてきたので、ちょっとその詳細はですね、今後、言えたらいいかなっていうふうに思っているんですけれども、そのために静岡に行ったんですよ。で、
まあさすがに朝5時半に出たら余裕で間に合うかな、全然余裕で着くかなっていうふうに思っていたんですけれども、まず関橋で、渋滞が起きました。朝5時半に出発したのにもかかわらず、でその後にですね、あーじゃあもう関橋からだったらまあその後大丈夫でしょうっていうふうに思っていたら、矢先ですよ、その矢先、東名高速道路に乗った瞬間に、もうカーナビがですね、もうこれからすごく渋滞しますと、なんでかなっていうふうに思っていて、そしたら、どこら辺だったかな、多分海老名サービスエリアの手前ぐらいにもうすでに事故が起こっていたんですよ。玉突き事故5台ぐらいいたんですよ、車が。ね高速道路あんまりこうスピード出しすぎて危険な運転をしちゃダメですよ。まあ、そのところは何があったのか分かんないんですけれども、まあ玉突き事故っていうことなんで、5台ぐらいもうバンバンやられてたのを見て、ちょっとこううわーみたいな、もうこの時間に事故起こるんだみたいな、ちょっと萎えていたんですよ。でその後もどのぐらいだったかな、新東名に乗ったんですけど、新東名でも故障車が出ちゃって、そこで渋滞が発生と。で、まあ、そういうのがですね、大体3、4箇所ぐらいあって、でそれで結構かかったんですよ。朝5時半に、東京出発したんですけれども、静岡に着いたのが9時半とかなんで4時間ぐらいかかりました。そんなに早く出たのにもかかわらずですよ。だから何が言いたいかっていうと、あれですよ、お盆シーズンでまだこれからちょっと先ですけれども、なるべく時間に余裕を持って行動した方がいいなと。今回の、まあ、事故とかっていうのはもう本当に予期せぬ出来事なので、そこを避けるためにはじゃあ一体どうすればいいのかっていうところで言うと、なるべく早めに行動するっていうのにつきますよ。で今高速道路の料金とかも確かちょっとうろ覚えなんですけれども、夜間とかちょっと早めに出た何て言うんですか、浅い時間ですか、人々が普段行動しないような時間に動くとちょっと料金が安くなるみたいなのが多分あるじゃないですか。なのでその時間にサクッと行っちゃった方が本当に楽だと思いました。まあちょっとこうね、起きたりするのも大変かもしれないんですけれども、ちょっと眠気と戦うのも大変かもしれないんですけれども、その時間に行動した方が時は金なりっていうじゃないですか。得です、本当に得です。ちょっときつくても、ちょっと体に鞭打つっていうのはまあ良くないですけれども、睡眠もしっかりとって、しっかりとちょっと早めに行動した方がいいなっていうのを今回ですね、本当に身に染みました。ただね、東名高速道路あるあるのちょっと話を今回していきたいんですけれども、だいたいね、町田とか厚木あたりでだいたい混むんですよね。あーまた来たねみたいな、これ東名あるあるなんですけど、東名あるあるで言うとだいたいみんな海老名によるみたいな、海老名によってちょっとこう、僕絶対寄るんですけど、で今回寄れなかったんです。海老名か足柄に、まあでもまああそこら辺大きいですからね、海老名か足柄によってそこら辺でちょっとこうドヤ顔をみんなでするっていうあやっぱいいよねみたいな、だいたいそのどうですか、海老名あるあるありますか、なんか皆さん今回の、あじゃあこれの話、この質問をしたいです、東名高速道路のあるあるがあったら、コメントして教えてください。コメントして教えてくれ、教えてくれましたら、ポッドキャストでですね、ちょっとその回答を、ちょっと拾っていきたいと思いますので、コメントぜひぜひよろしくお願いします。あるあるっていうことなんで、これも一応時事ネタだと思っていいと思うんですけれども、今回話したいのがその運転をちょっとマジ気をつけようよっていう話を今日したらいいんですよ。それを僕ね、本当に今日何話そうかなというふうに思っていて、ニュースの話もしたかったんですけど、やっぱり実体験に基づいて、で今後ね、シーズン的にはもうこれからどんどんその渋滞交通量増えますから、実家に帰省したりとか遊びに行ったりとかっていう方たちがどんどん増えますので、それでね、なんかこう車を運転する話っていうのを今日は、させていただきまして、この Facebook ライブお笑いしていただきたいなというふうに思っているんですけれども、今日ですね、車を運転しながら思ったことがたくさんあるんですよ。高速道路特に思ったんですよ。で
まずはですね、ちょっと最初にそのあるあるというか個人的にですね感じたイラッとする話があるんですけれども、それをね重点的にしていきたいなというふうに思うんですけれども、もう完全にもう僕のもうイラッとした話に皆さん今日はつけてくださいよ。なんでまず最初に行きましょう。これはですね、高速道路を運転しているときに追い越し車線を走るじゃないですか。で、なんていうんですか、すごいスピード出すわけじゃないけれども、ないんですよ。僕もそんなすごいスピード出すの好きじゃないんですけど、普通にこう追い越し車線を走っているときに後ろにめちゃくちゃビタ付けしてくる車っているじゃないですか。あれってあれどうなんですかね。あれどうなんですか。なんかあれされると、いやいいんですよ、わかるんですよ、やりたいことは。そのいやもうちょいお前早く行けよみたいな、早く行かないとさ、いや俺急いでるからさみたいな、だから俺はお前にプレッシャーかけてんだから早く行けよっていうわけじゃないですか。そういうことですよね、絶対そういうことですよね、そういうことですよね。じゃあこれにしましょう。今回ごめんなさい、質問をちょっと戻りましょう。東名高速道路のあるあるだとちょっとなんていうんですか、わからない方も、中井さんがちょっとですね、多分私は透明わかりませんというふうにコメントいただきましたので、高速道路のあるあるにしましょう。あとは、運転をしている時にイラッとするあるあるにしましょう。これだったらどうですか。免許持ってる方だったらなんか何かしらあるじゃないですか、こうイラッとしたこと。本当にもう絶対あると思うんですよ。イラッとしないっていう人がもしいたら、僕はもう本当に心の底から尊敬します。まず一つ目はですね、僕は今日ね、いろいろ思ったんですよ。運転してる時にメモを取ったというか、こういうのイラッとするよなっていうのを頭の中でちょっといろいろね、そういう場面に出くわしたんで、運転中のメモとかそういうのは危険なのでしなかったんですけれども、まずあれですね、なんでビタ付けしてくる車で、特にですよ、特に外車ね。別に外車をディスっているわけじゃないんですけれども、こう例えばね、ポルシェとか、ポルシェ、まあフェラーリとかに、あとベンツとか BMW とかにビタ付けされるとビビるじゃないですか。わかります？ビビるじゃないですか。やじゃないですか。なんかなんだってもう明らか速いじゃないですか、速度が速いし。もうどう考えてもビタ付けされたらもう譲るしかないじゃないですか。絶対もう左にこう行くしかないじゃないですか。でもなんかなんていうのかな、ただ外車乗ってる人に言いたいんですけど、なんかそういうプレッシャーのかけ方やめてくれる。なんかもういや俺もうマジでめっちゃ速いからさ、お前ちょっと国産車どいてくんでみたいな、なんかそれってそういうのってみたいな。だったらいや、そういうのも含めて、じゃあ外車乗ってる人に言いたいんですけれども、一言言わせてくださいよ。外車に乗るんだったらもちろんそういう風にそのブランド使ってもいいと思うんですけど、ただそれ使うっていうことは、なんていうんですか、やっぱ気使うんですよ、周りの国産車は。だからそういうのも気使ってるんですよ。だから気使わせないでくださいよっていうことですよ。外車乗ってる人に言いたい、僕はそれを言いたかった。僕はそれを言いたい。気使わせんなと。じゃあだったら、そのまあ追い越し車線じゃないけど、2車線目にこう行って、こうなんていうんですか、3車線目から2車線目に行って、こうカンカンって言っちゃってくれよと。そしてそういう気の使い方を僕は外車にしてほしいと思います。完全にもう本当に今日会ったことなんで、なんかそういうの、そう、あ、すげえ今日、そうレンタカーだったんですけど、ワナンバーだとすごい煽られました。あれ超嫌だった。あれ何なんですかね。だってレンタカーだからってなんかそういう差別やめてくれませんか。別にレンタカーだからって運転下手くそなわけじゃないです。僕だって、もう免許取ってから10年ぐらい運転してます。ワナンバーだからって別に初心者じゃないです。東京の人たちは大体車持ってないんで大体レンタルします。やめてくれませんか。ワナンバーの差別すごいわかる。もうやめて、営業者の煽りとかタクシーの煽りとか、もう本当に今日イラッとすることばたくさんあるけど、二つ目に言います。高速道路を
を運転している時にですね、やたらとですね、車線変更をしまくる車いるじゃないですか。なんかちょっと正直言うと、もう迷惑に尽きるんですよ、一言で言うと。あの3車線目から1車線目に行って、こうパンパンでまた3車線目に戻ったりする、すごいこうなんかこうなんて言うんですか、あの一人イニシャル D をやっていらっしゃる方がいるんですけれども、あの正直言うとですね、あのあまり車線変更しすぎるともちろん事故にもつながりますし、あのすごい周りに迷惑かかるんですよ。でもう一つ言うとですね、あの車線変更、あのそのなんて言うんですか、スピードを、急発進急ブレーキをするとですね、ガソリンってすごい食うみたいなんですよ。なんであの燃費も悪くなるので、スマートに運転するんだったらもう、車線はですね、もう一つに決めて、で同じ速度、一定の速度で走る方があの燃費にいいみたいですよ。今回ですね、トヨタのアクアをレンタルしてみたんですけど、もうあのハイブリッドカーはですね、すごいっす。初めてハイブリッドカーちょっと運転してみたいなというふうに思ってあの運転してみたんですけど、まず燃費がね、もう燃費がもうなんだこれはと。もうまだガソリン入れなくていいんですか、静岡じゃ行きました、静岡行ったらちょっとガソリン気にしないといけないよね。全然アクア言うんですよ、全然俺まだ大丈夫から、もうまだまだ行けるから、もういいよ、東京帰ろうよ。東京帰ったんですよ。で厚木、違いますね、静岡出た瞬間にまだ言うんですよアクアが、いやまだ俺大丈夫、全然平気だから、あのもう行っちゃって行こうよって言って、でその後ですね、海老名厚木行ったんですけど、まあ、彼言うんですよ、もうだからあのもういいよ、もう東京行こう、だって全然まだ俺あの帰れるからと、いいよ行こうっつって東京帰ってきたんですけど、東京帰ってきてもねアクア言うんですよ、いやもうあのもういいよ、早くさレンタカー返してよ、もう俺の家に帰りたいんだけどめんどくさいから。さすがにね、レンタカーのところにガソリン入れないで返すっていうのはまあちょっと悪かったんで、入れに行きましたよ。入れに行ったんですけど安かったですね、2500円ぐらいだったんですよ、レギュラーで。全然減らないですね、本当にガソリンが減らなくて、アクアマジ強いと思って。ハイブリッド車、嫁がですねハイブリッド車の面白い話をするんですけど、毎回あるあるなんですけど、ハイブリッド車ってあの音がすごい静かじゃないですか。だからそのこう街中を歩いていると後ろからたまに聞こえるあの音、チュイーンっていう音を聞いた瞬間に、あハイブリッド車静かだなみたいなことを毎回言うんですけど、でもハイブリッド車ってやっぱ言いますよね、あのチュイーンっていう音、あの音ってハイブリッド車ならではだと思うんですけれども、運転している身からするとあのチュイーンっていう静かな音って心地いいんですよ、あのすげえいいんですよ、あのそんなうるさくないんで運転も結構楽なんでいいんですけれども、ちょっと歩行者に対してはこうたまにこうクラクション鳴らさないと気づかないんじゃないかなっていう時はちょっとありました。だそのギャップはね、なんか俺ハイブリッド車乗ってるんで、静かですごいいいんですけれども、ただ周りの人たちはなかなか気づかないっていうのはやっぱあるみたい、ありますよねハイブリッド車って。皆さんありがとうございます、いろいろとあるあるをいただきまして。アクアいいですよ、なんで僕アクアね、あの今回は本当にいいなと思いました。でですね、運転の話ちょっともうちょっとさせてください。イラッとすることまだありますよ、例えばというか、その高速道路にこれもなるんですけれども、あ高速道路じゃなくてもいいかな、2車線目もしくは3車線目を走っているときに、こう気持ちその2車線目から3車線目にこうちょっと移った瞬間に、後ろ自分が走ってるその後ろの車も同じ行動にして、2車線目から3車線目に移った瞬間に僕は結構勘ぐるんですよ、あれこれ覆面じゃねえかなって思うんですよ、なんか別に何もしてないですよ、すごい速度上げたわけでもないですし、あの全然あの危険なところのそのなんていうんですか、その車線変更禁止のところでしているわけでもないです、断言します、黄色いところでやりません、
絶対やりません。車線変更ができるところで、その、 白いところで速度も普通ですよ。周りに全く迷惑かけてないけど、こう移り変わる瞬間に後ろの車も全く同じ行動をとってくると、あれ？なんか後ろのやつもしかしたら覆面じゃね？って思う瞬間で気になるじゃないですか。いや、なんか俺悪いことしたかな、してないのになんでこんなことになるんだろう。で、後ろの人たちってなんだろうな、なんかもしかしたらヘルメットかぶってんのかなって言って、こう後ろのその バックミラー、車のバックミラーこう見るじゃないですか。これなんかやってんのかなと思って見た瞬間に、全然普通の人、わあ、別にその普通の人に対してもイラッとはしないんですけれども、ただイラッとする瞬間としては、覆面じゃねえのかよっていう時のこう、まあ、ラッキーですけどね、いいことなんですけど、覆面パトカーかと思わせる後ろの運転っていうのが僕はですね、ちょっとイラッとしたっていう。で、次はですね、その渋滞、僕はですね今回すごい巻き込まれました。本当に白いクラウンね、白いクラウンみたいですね、白いクラウンね白クラウンもなんかもうやめてほしいですよね。なんかもうあえて僕、例えばですよ、僕白クラウン乗るんだったら、もう白クラウンにペイントします。フロント、あとじゃあバックにしましょう、完全に違います。覆面じゃないないですよっていう、もう覆面バツって書きます。そのぐらいインパクトを残したいですね。白いクラウン見ると怖いですけども。では、渋滞の時にイラッとすることの僕が感じたことです。渋滞の時にちょっとずつみんな進むじゃないですか。こうトロ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 って進む時に、何度もこう、なんですか、細かくブレーキを踏みまくるやつ、わかります？前に車がいるじゃないですか。でイラッとしたことなんですけど、なんかちょいちょいテールランプ踏んでくるんですよ。このなんか2秒ぐらいに1回テールランプがつくみたいな、こうパッ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 みたいな。でその先の車を見ると、全然その2秒に1回じゃないんですよ。それ見た瞬間に、お前なんでそんなテールランプつくのと、なんでそんなブレーキ踏むのと、俺も焦るじゃん。で途中で察するんですよ。こいつは多分なんかこう踏みたがる、なんかこうちょっとちょいちょい入れたがるやつなんだなっていうふうに思って、もうめんどくさいから、僕はそのこまめにそれに合わせてブレーキを踏まないようにするんですけれども、でもそれって結局その何かあったら事故につながっちゃうじゃないですか。ただ言いたいのが、何度もブレーキをその細かく そんなに踏まなくてもいいんじゃないっていうのは、正直その前の車にちょっとイラッとしました。車線変更しまくるといえば、イラッとするのが渋滞の時に車線変更ガンガンしてくるやつね、いますよね。あれ何なんですかね。いや、もうだってそんな変わんなくないですか。聞いたのが、一番左の車線が、交通の流れがいいっていう説があるらしいんですけど、ただもう正直言うと、そんなもう渋滞の時にそのわざわざこう、いや、もうそんなに変わんないから、そんなにガンガン渋滞の時にその左から右へ、右から左へ、ウインカー出してハザード出して、またウインカー出してハザード出して繰り返しても大してね、本当に変わんない。で、僕実際追い越すんですよ。僕はですね、もう渋滞の時に何かあったらもう絶対もう車線変えるのめんどくさいから、別にもう大して変わんねえからと思って、絶対そのまんまにするんですよ。で、たまにそういう車を見て、こいつやってんなというふうに思うんですよ。で、ただ実際にそのちょいちょいその何ですか、その見てみると、やっぱり僕それ抜くんですよ。その車抜いて、なんか別になんかお前頑張ってそんなにやんなくてもやっぱいいんだよっていうのを毎回僕見ちゃうんですけれども、まあそんな感じですよ。まあ、基本的に、あれマサルさんいいですね。その前車がずっと40キロで走ると渋滞しません。これからね、自動車のあれですよ、自動運転とかね、そろそろちょっとずつ日産が、今はですね、日産がやっちゃえ、日産が自動運転に対してすごい力を入れてるらしいんですけれども、今後僕らが運転しなくなるっていう時代が来ると思うんですけれども、きっとその速度が40キロ保つんでしょうかね。
なんか渋滞をする、渋滞が起きる実験とかっていうのを皆さん知っていますか？なんか同じ速度で走ってる、そのなんていうの、車じゃなくても何でもいいんですけど、その動きに対して何かこう一つあのアクションを起こすと、それが一つこう一気にやっぱ止まったりするんですよ。やべえと思って、でその瞬間に渋滞が発生すると。まあだから基本的にまあ事故なんですけれどもね、事故くれぐれも気をつけてください。本当に今本当ポケモンね流行っていますので、もう本当にやめましょうね。レンタカー屋さんに行くともうあるんですよ、そのポケモンをしながら車を運転するのはやめましょう、あの別に卵は孵化しませんのでっていうのも書いてあってて、そんなにやっぱみんなやってるんだと。まあそれぐらいポケモンねもう危ないっすよ。運転中ポケモンダメ、事故気づけましょう。まだイラッとすることありますよ。カーナビすごい便利じゃないですか、どこ行っても教えてくれるし、いつでもどこでも僕らの味方なんですけれども、ただ渋滞の時にカーナビが何回もこうここから先 5キロの渋滞です、でまたあのちょっと走るとまたプーン、ここから先5キロの渋滞です、でまたちょっと走るとプーン、ここお前もいいよと、もういやお前何回言うんだと、もうだってさほらね、ちょっと前の前5キロって言ったじゃん、でそんなになんか毎回5キロ5キロ5キロ言わなくてもよくない、わかるよ君は機械だし、このどこかを通過するたびに言わないといけないって、その役目は。ただねえ、そんなに何でも5キロって言われると、もう逆にその5キロって何なのみたいなあります。なんでそういうカーナビに僕はイラッとします、しました。でも今日言いたかった話は全部でこれですなんで本当にこれからね帰省ラッシュとかありますので、旅行行く人たちも結構車を使うと思いますので、僕がイラッとするっていうことは勝手な意見なんですけど、皆さんもねやっぱみんなイラッとしませんか、どうですか。今回いろんなこうイラッとすることのコメントをですね募集していますので、ちょっとそれをですね今回のFacebook ライブでですねこう参考になればいいかなと思います。まあ、そういう時期に合わせて今回とりあえずじりってみたら言いたかったことが、運転にはくれぐれも気をつけようということです。でこれからね特にそういう時期になりますから、早めに行動したりとか、あとはもう本当にマナーをねちゃんときっちり守って、ちょっとしたことが本当に事故につながりますからね。なんかもうね、なんかもうそんな感じなんで、そんな感じなんでってすげえ適当にまとめますけど、事故にはくれぐれも気をつけましょう。しんみりしましたということで、毎回ですねとりあえずじじってみた TGM4.0、新しい最新のとりあえずじじってみたではですね、これ、このアリゲーター、僕はですねアリケーターって言うんですけど、このアリゲーターのステッカーをですね毎回プレゼントしています。とりあえずじじってみた、こういうことやってるよ、なんかこういうヒゲ面のおっさんがなんかニュース話してるよ、酒飲みながらとか、なんかこういう話をしてくれるよとかっていうしていますよ。で、こういう人がいるんだよっていうことをですね、Facebook、あとポッドキャストもやっていますので、それでシェア。Facebook はですね、この今皆さんが見てくださっているこの Facebook ライブ、これをですねシェアするっていうボタンがありますので、そこを押して、なんかひげメガネのおっさんが喋ってる、今回は高速道路の話マジ笑った、別に笑わなかったみたいなマジオツとか、そういう感じでシェアしてくれたり、ポッドキャストでもそうなんですけれども、ポッドキャストをですね、ポッドキャストをだいたい毎週水曜日に更新するようにしているんですけれども、そのポッドキャストで、ヒゲ面か、メガネかは分かんないけれども、なんかとかとか言ってるこの酒飲みのおっさんマジ笑ったみたいな感じで、草生やしまくるダダダみたいな感じでシェアしてくださいましたら、ステッカーをプレゼントさせていただきます。
僕から、連絡しますので、Facebook のメッセージにですね、アリさん、ポッドキャストをシェアしました。私、Facebook ライブシェアしました。というご報告をいただけましたら、僕がですね、わかりました。では、ご住所して、ご住所教えてください。お願いします。で、送ります。で、このポッドキャストで、ポッドキャストじゃですね、Facebook ライブで発表しますということなんですけれども、今回ですね、ステッカーの当選者はですね、2人います。まず1人目なんですけれど、まず1人目なんですけれども、高城健二さんですかね。お名前合っていますでしょうか。高木健二さんではないと思います。高城健二さん、ステッカーの当選、おめでとうございます。おめでとうございます。もう1人います。もう一人はですね、ミヤムーさん、ステッカーの当選おめでとうございます。でですね、あのメッセージ、僕がですね手書きで書かせていただきますので、ステッカーを、おのおの、5枚ずつアリゲーターステッカー ×5 で、送らせていただきますので、よろしくお願いします。でですね、届きましたら、ステッカーが届きましたら、アリさん届きましたよっていうご一報をいただけますと、僕すごい安心してますので、おめでとうございますどんどんステッカーし、プレゼントさせていただきますので、ちょっとずつステッカーがですねなくなってきているので、追加でちょっと頼みたいなというふうに思っています。今日はここまでです。ちょっと早めです。都知事選がね、僕もちょっと今全然テレビ見れていないので、ね、まあ見なくてもいいけど、でもちょっとなんかちょろっと見て、あとでもちょっと海外ドラマも若干見たいので、何よりちょっとお腹すきました。正直昼飯から何も食ってないです。まだ飯食いますということで、そうでですね、今回なぜステッカーの当選者がお二人かというとですね、来週なんですけど、来週の TGM4.0 はですね、お休みさせていただきます。お休みさせていただきますというのもですね、理由はですね、私ですね、ちょっと早めの、帰省ではないんですけど、ないんですけれども、お墓参りに、行きますので、週末なので、さすがにお墓参りの時に、ポッドキャストと Facebook ライブの配信はちょっとできないなというふうに思いますので、夏休みを少し早めの TGM4.0 の夏休みを取らせてくださいということなので、お休みをいただきます。はい、なので、次回はですね、再来週ですね、2週間後の日曜日夜8時にですね、Facebook ライブは行います。で、ポッドキャストは、その翌週になりますので、今からですね、2週間後プラス1週間後になりますかの水曜日あたりに更新しますということなんで、TGM 始めてから久しぶりに、今回で13週目なんですけれどもね、ちょっとまだ若干早いかなとは思うんですけれども、まあ、時期が時期なので、夏休み取らせていただきますということなんで、今回はですねステッカーを2名様にプレゼントさせていただきます。では2週間後どうなるんでしょうか。僕はですね相変わらずニュースジャンキーなので、いろんなこうニュースを見ながら、あ、こういうこと起こっているんだ、ちょっとこういう話面白いなっていうのをギュッと濃縮して話せたらいいなっていうふうに思っています。夏休みスペシャルね、それもいいかもしれないですね。ちょっと長めにやりたいんですけど、ただ Facebook やると1時間半が限界だっていうのが分かったんで、分かんないです。では、今週も最後まで皆さん僕の話に付き合ってくれてありがとうございます。では、再来週の日曜日夜8時にお会いしましょう。以上、アリケータによる TGM4.0 でした。じゃあまた。さあ、エンディングの時間でございますよ。ポッドキャストももう今週もここまででございます。ございやす。あれですね、僕この後ですね、今、火曜日の朝にですね、このポッドキャストの、オープニングとエンディングのレコーディングをしているんですけれども、
この後ですね、僕は劇団スカッシュのブルーエピソード0の舞台にお邪魔させていただきます。ドラマを見ているとですね、大体こう皆さんが、まあ、夏なのでアロハシャツを着ていたんですよね。で、僕ちょっと見てる時に、あ、じゃあちょっと舞台はちょっと僕別に全然関係ないですけどあのアロハシャツ僕も着ていこうって思ったので、舞台には、アロハシャツを着ていこうかなというふうに勝手に思っております。その後ですね、あの舞台終わった後に、あの今バーチャルリアリティ VR のイベントがですね、あの品川がどっかであるんで、ちょっとそれがですねすごく気になっている、そのバーチャルリアリティを使った制作ツールを、多分ね、今もなんていうんですかね、研究というか制作している会社があるので、ちょっとそこにですね、調査をしに行こうと思っています。すごい気になってるんですよ。あのバーチャルリアリティ、あの何が気になるっていうと、別にゲームとかは正直個人的には何かしどうでもいいんですよ。ゲームやるんだったら、そのポケモン GO みたいな、ああいうオーギュメンテッドリアリティでしたっけ、 AR、 その自分の目の前にこう出てくるのがいいなっていうのを思ってるんですよ。あのメガネとかを、あのでっかいゴーグルをつけずにね。ただそのバーチャルリアリティの良さって、やっぱりそのそこの空間に行って何か物を作れるっていうところに僕はすごく魅力を感じているので、そういうところで言うとゲームはもう全然どうでもよくて、その VR アーティストにちょっと気になっている、そこがすごい気になっているんですよ。なんでそういうのをですね、ちょっとあの調査しに行ってこようかなっていうふうに思っています。すごいですよね、日々テクノロジーは進化していますよ。目に見えないところでちょっとずつちょっとずつ、昔の昭和の時代とはちょっと違うけれども、どん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 日々テクノロジーは進化しているので、僕はそういうのを見るたびに、まあちょっと時期は違うけど、やっぱりその新しいものがどん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 生まれてくることに対して僕はすごく興奮しています。毎日楽しいです、そういうのを知れて見たり体験することがすごい嬉しいなというふうに思っていますので、そういうイベントに行ってきます。でですね、前回のポッドキャストで、あの質問を誰かくださいじゃないと、もう今回は僕土下座でやりますよっていうふうに言ったんですけどもね、なんとか免れました。今僕はですね、立ちながら喋っていますよ。なのでよかったです、本当よかったです。もうヒヤヒヤでしたよ。いやもう今週から、いやだってずっと正座すると足しびれるし、ちょっと正座するためにだって座布団買うと思ってたんです、いろいろ思ってたんですよ。なんでそれを回避したっていうことで、今回ですね、質問は宮崎新さんがくれました。宮崎新さん、ありがとうございます。質問を読ませていただきます。旦那と嫁のビデオの再会とかってありますか、というご質問いただきました。宮崎さん、ありがとうございます。いい質問ですね、ありがとうございます。あのこの質問をもらうまで僕もですね、そんなに考えてなかったんですよ。実はあまり考えてなかったので、今回の、あの質問をちょっと答え、ツイッターでもあのちょっと一人いたんですよ、そういうやらないんですかみたいなコメントをいただいたんですけれども、で、まあ、ちょっと答えさせていただきます。あの正直今ですね、その前はその旦那と嫁のブログって、その日々の生活をドキュメントです、ドキュメンタリーしていたんですね。なので僕の中ではそのリアルドキュメンタリー番組のようなものを勝手に、作っていた、で勝手にそういうふうに思っていたんですよね。なのでどちらかというと、その、まあ、前、ドキュメンタリーを作っているっていう感覚に近かったんですよ。で、やっぱりね、僕、ドキュメンタリーね、大好きなんですよ。で、そもそも、なんでドキュメンタリーがじゃあ好きなのっていうと、すべての物事を記録するのが好きなんだなって思って、記録をするのが僕、大好きなんですよ。だから、その、じゃあ、Facebook ライブも始めたし、ポッドキャストも始めたし、こう、ニュースを記録するっていうのを、やっぱ、やりたいんですよ。だからそれもこれもだからドキュメンタリーなわけですよ、僕の中では。自分の気になったこととか自分の考えとか、そういうのをドキュメンタリーしていくっていう。だから別に映像ではないですけれども、僕の考えだったり、あの気になったニュースだったりっていうのを記録し続けることに僕はすごく楽しみを感じているわけなんですね。で、だから今どちらかというと、その TJM4.0、 まあこれも一種の僕はドキュメンタリーだと思っているので、それを作っていることに楽しみがあるんですよ。なのでその旦那と嫁のブログは、じゃあその日常生活をドキュメンタリーするっていうことだったんですけれども、なんかそれはね、今正直そのこっちがあるので、その再開するっていうのはないですね。で、ただそのじゃあ僕もですね、その日常生活ってもちろんドキュメンタリーしたいんですよ。で、今ですね、じゃあまあ本当に普段の日常生活をドキュメンタリーするよりは、何かこう非日常的な、あのなんかこう変わっ
変わったというか、なんか一つのこの出来事に対して、自分の人生の中の一つの出来事に対してそれをドキュメンタリーするっていうのはすごい今、実はやってます。祖父がですね、祖父の形見の二眼レフのカメラを復活させるっていう今ドキュメンタリーを制作中なので、そういう意味ではですね、お仕事でもですねドキュメンタリーいろいろ作らさせてもらっているので、なんかそういう意味では、まあ、正直ちょっとその旦那と夢のブログにのドキュメンタリーを作るっていうところまでは手が回らないし、やっぱりそのなんていうんですかね、一つ一つのそのなんかこうもうちょっと具体的な出来事をドキュメンタリーしていくっていうことに対して今すごく興味を持っている、お、セミが鳴きましたね、思っているので、再開する目処は全くないです、全くないです。ただ、まあ、現在作っているところなので、いつぐらいに公開っていうのはちょっとわからないんですけれども、時間をかけてじっくりと、作るいますので、そんな感じですよ。なので、まあ、再開するっていう予定は全くないです。ごめんなさい、ごめんなさいというか、なんで謝るのか分かんないんですけれども、なので、回答としては旦那と嫁のビログの旦那と嫁のビログの最後はありません、丸。ただ、宮崎さん質問ありがとうございます。僕もですね、正直質問をもらってから、あ、そういえば再開してないなっていうふうに本当に思ったので、改めてですね、その質問をいただいてそれに答えるっていうことでこう認識させられたというか、今の自分の気持ち、そのドキュメンタリーやるのがじゃあ本当に好きなんだっていうことに対してもそうだし、そのちょっと変わったじゃないですけど、一つの出来事をドキュメンタリーするのがに興味があるんだっていうのも、逆にこれ僕が知れてよかったので、本当に質問してくれてありがとうございます。なんか自分のこう頭の中の考えもまとまったので、整理できたので、本当に感謝しています。宮崎さんありがとうございます。ということでですね、質問まだまだ受け付けております。何でもいいですよ、こういう感じの旦那と読めるブログの再開いつですかとか、YouTube に関することでもいいですよ。本当に最近の YouTube どうなんですかとか、僕全然わかんないですけれども、まあ、自分なりの視点で、答えたりもできますし、なんかそういう部分での、じゃあなんていうんですか、じゃあその都知事選のどう思いますかとか、結構もうぶっこんだ質問ガンガンいいですよ、お願いします。全部答えますので、できる限りは、できる限りは、できる限りはということで、質問まだまだ受け付けています。もしなかったら僕は、正座をしながら、オープニングとエンディングをのレコーディングをすることになってしまうので、助けてください。それだけは勘弁してくださいということで、今週もここまで、最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。ではですね、ポッドキャストもそうなんですけれども、更新はですね、今週は僕神戸に行ってきますので、今週の来週ですね、来週のポッドキャストの更新はありません。なので再来週のポッドキャストの更新はありです。ではでは、またそちらのポッドキャストでお会いしましょう。以上、アリケータによる TGM4.0 ポッドキャストでした。じゃあまた。